怒りでもまさか宴はすでに始まっている様子。この大変な時に飲んで騒ぐなど不謹慎です。心の緩みが規律を乱し敗北を生む。現に処分せねば。かこんなこと楽しく飲んどるっちゅうのは本当か。わしも混ぜてくれんか。ええ、どうぞ。しかしいいのですか。美しい奥方様をお呼びした方がいいのだ。わざわざそんなこと言わんでも。さては宴を独り占めするつもりじゃな。ちょっと煽っただけで我が輩の読み通り。皆の規範たる姿勢崩してはならん。その背中を目標にする者が多くいるはずだ。まあお嬢さん、よければ一緒に楽しまないか。ここは秀吉殿に任せて二人きり。わしの目を結んで女子を口説くとはまったく油断も隙もない男よ。口説くだなんてありとも不埒です。皆が成敗いたします。わしが間違ってた。お前を口説くなら男前のいないところに帰ろう。待ってください、ちょっとの反省してないじゃないですか。いろんな意味で楽しんだ。さて女性たちの元に戻って続きを楽しもうかな。ハクタ殿の遊び癖、あの程度の処分では治らんか。今夜は無礼講だ。浴びるほど飲むぜ。いいんですかジョージさん。あんただけでいろいろ失敗してるでしょ。マジではてめえ、俺がこれ式で酔うと思ってんのか。行くぞ。酒を置いただけで我が輩の思惑通り。鮮やかです。今も隣にあって恥に働きをしなければ。ちょっとウケるか。聞いてくださいよ、ジョージさんに絡まれてマジ超迷惑っす。何言ってやる。おめえが先に突っかかってきたんだろう。目に余る泥仕合げ即刻止めねば。何が入っちまったじゃねえか。もう一遍飲み直すか。まだ飲むんですか。もうお酒はダメです。ちょ待て、気分悪くなってきた。マジ俺帰るわ。酒に飲まれていた。おかしいんで言葉も出ない。皆の規範たる姿勢崩してはならん。その背中を目標にする者が多くいるはずだ。さあ先に出してやろう。あなたの盲信、天下無双です。お待たせしました我が君。やだやだ、とんだ人違いですよ。何かと思えば私もあの人と待ち合わせなの。邪魔者は帰ってくれる。それはこちらのセリフですわ。我が君とのひととき、誰にも邪魔はさせません。立ち合わせにしただけで我が輩の狙い通り。鮮やかです。今も隣にあって恥に働きをしなければ。私の知略が破れようとは。随分品のない格好ですこと。もう少し慎みを持たれたらいかが。よく皆耳障りな笛で男をたぶらかす人が品を語るなんて、あなたはどう思うの？品があるのはどちらかしら？それは喧嘩両成敗。それがイナの答えです。行くぞ。なぜ私がこんな目に遭わねばなりませんね。不愉快ですよ。行くぞ。いえ、すみません。恐れるなんて遅いわね。今日は来ないのかしら。あの人のいない宴なんて物足りないわ。ここまでかき乱しておいて物足りぬ、計り知れぬ身の商用、乱闘は収めた。無事に役目を果たせ。ですがこの状況、むしろ荒れ放題と思えるのは気のせいでしょう。皆の規範たる姿勢崩してはならん。その背中を目標にする者が多くいるはずだ。お楽しみかな、諸君。あれに荒れた宴、全て我が輩の筋書き通り。あとはのこのこやってきた信長を混乱に紛れて撃つだけである。まさか全てはあの人が仕組んだことだと？許せません。貴様、望み通り招かれてやった。うぬの宴、これはこれは信長様、ずいぶん大勢でお一人ごとお伝えしたはずですが、風の方が面白く、宴の余興はこれからず。バレちゃってもなら仕方ない。者どもかかれ、一気に信長を撃て。雷神が威嚇し、支援を晴らすためにこの大掛かりな策、しかも気づいてそれに乗り乱闘を起こすと、両者とも見過ごすわけにはいかん。私たちも利用されていたんですね。そうとも知らず騒ぎを大きくしていたなんて。揺らぐな、稲田。我らに課された役割は厳正なる処分を下すことだ。ここは逃げるしかない。我が輩は諦めんぞ。鮮やかです。今も隣にあって恥じぬ働きをしなければ。王はいらぬか。西畑の首はここぞ。策と知っていながらなぜ煽るようなことを。理由など知る必要はありません。信長様の命ならば乱はどこまでもお供します。皆の規範たる姿勢崩してはならん。その背中を目標にする者が多くいるはずだ。もはやこれまで聞かせていただきます。鮮やかです。今も隣にあって恥じぬ働きをしなければ。この戦場、俺が根本に飲み込んでやる。俺の腕見せてやる。この俺、これで勝ったと思うなよ。死闘に兵を割き軍紀を乱した、許されざる。軍紀などで信長様を縛れる。そうであれいっそ苦労はありません。皆の規範たる姿勢崩してはならない。その背中を目標にする者が多くいるはずだ。行くぞ。お前と戦える日が楽しみだ。お前は我がコートさせてもらう。先方の店は橋だが。鮮やかです。今も隣にあって恥じぬ働きをしなければ。走る稲妻。あなたの盲信天下無双です。 この信長を楽しませてみよ。乱を楽しむとは不謹慎。この右軍則が厳罰に処する。良い宴であった。今度こそ騒ぎは収まったようですね。しかし我らにも騒動を大きくした一因がある。処罰を受けねばなるまい。そうですね。 誰かに厳罰を下してもらいましょう。すっかり遅くなっちまった。上々の結果だな。うまくいったかな。けど油断は禁物だ。